わきわきわっきー、森の都のカプセリストわっきー貝山がお送りしますガチャ動画。石井ゆきさん、コメントありがとうございます。バンダイの将棋ロボのガシャポンあったら見てみたいという、オークションではね高価なんでねというふうに書いてましたけど、そうなんですよね。プラスチック製のロボットのガシャポンは結構値段張りますからね。僕もそんなに持ってないんですが、はい、リクエストにお答えしたいと思います。その他、当時のロボット、そして将棋関連のものをまとめてご紹介したいと思います。それでは参りましょう。レトロなカプセルトイ、どうぞ。将棋ロボに入る前に、これ一番最初に出たカプセルトイの将棋。すごいでしょ？カプセルに一コマだけ入っている。しかも木製というね。風でしょうね。成金なんでしょうね。いや、これシリーズだったのかな。これね、1970年代の20円かな。はい、ここにねメイドインジャパンって書いてますけどね、もしかしたら10円のガチャガチャの駒だかもしれないですね。そしてこちらは1977年から始まったコスモス製のプラスチックの駒。これね1個だけ入ってんですよね。ふだけなのかなって思いますけどもね。どどどどど、何度もねお見せいたしました。こんなに当たりましたけど、未だに将棋ができないっていう、ね、何の駒が当たるか分かんないですもんね。はい、これも負だね。たまにねこういうね形勢不良のね王が当たったらね溶けてるっていうね、土将みたいな。これも商品で出てくるんだからね、めまいですよね。どんだけ当時のガチャガチャメーカーが雑だったかっていうね。まあコスモスに限りですけどね。でもこれがまた愛おしいんだよね。小学生の時から撮ってるんですから。はい、ですがね、パズルも当時はガチャガチャで当たりましたね。言い方、出口の駒を取り、その空間へ駒を動かしていき、A を出口まで運べば出来上がり。で、こうやってこれで、おー、できたー。すげー、早送りで見ていただきました。そしてお待たせいたしました、将棋ロボバンダイのガシャポンですね。すごい、将棋がますます面白くなったそうです。将棋の駒がトランスフォームしてロボットになるという将棋ロボ、1984年のガシャポンですね。これが当時のミニブックですね。将棋ロボ、すっごいなんかスタイルいいですね。不評完成図、不評。そして表にはですね、油性サインペンなどで文字を彩色すれば素敵な将棋ロボットに変身します。すごいね、彩色してないんですよね、うん、王将、飛車、角行、金将、銀将、桂馬、香車、不評とありますけども、僕持ってんの歩だけです、ね、歩だけですちゃんと。なんかあれですね、やっぱ昔からこの負が当たることが暗示されていたんでしょうか。ね、これもトランスフォームですよね。こう足が出る、ね、手は出ないですね。これね、足が出る、立つ、足が出る、よし出た、よし、そして足が、いいですね。これ大芝バックの将棋ロボ、1982年の10月にはですね、バンダイで超高性能カメラロボグレートフォトラスというね、カメラがトランスフォームするという、オリジナルカメラが当たる、すごいキャンペーンも打ち出してますね。そして人気だったんですこれね。またちょっと台紙、ディスプレイが変わった、グレートフォトラスですけども、
内容変わりませんけどもね、1982年12月の題詞です。前回のプレゼントが好評だったようで、プレゼントパート2、コダックフィルムのミニバッグを抽選で毎回500名合計1500名様にプレゼントと、エラー台紙がありまして、わかります？右側の印刷がずれているというエラーディスプレイ。ここの文字を見てもらうとね、コダックフィルムブルーとレッドの色がずれてますよね。こっちもほら、1983年4月ですからね、当時の印刷はこういうねエラーな台紙も出てきたりするんですよね。人気のグレートフォトラスは1984年にですね、金銀メッキの仲間を増やして再登場。やっぱりね、当時はいろんなものがトランスフォームしてロボットになってましたね。トランスフォーマーが流行った時期なのかな、はい、特に少年はこぞってガチャガチャを回していたと思います。二眼レフタイプ、インスタントタイプ、ポケットタイプ、8ミリタイプと、カメラもいろんな種類が出ていたようですね。これ私唯一持っています、グレートフォトラスの1984年の110タイプっていうやつですかね。はい、カメラロボですね。これがガチーンガチーンと言って、覗き穴のところがぐるっと回ると顔になる。このね、スライド、これをスライドすると足が出るっていうね。このようにも変形なんですけどね。でもこれはこれで男子は喜んだんですよね。まあ今でもバンダイでね、トランスフォームしてロボットになるっていうのは人気ですけど、当時はね、この変形で熱くなったんですよ。時は将棋ロボの1年前ですね、ブレスロボ。男の子がね、頭に、スーパーフライのように、ヘアバンドしてますけどね、それがロボットになるわけですね。飛行超人メタルジョー。かっこいい名前ですね。ファイターロック、ダイヤルロック、アーマーロックにチェーンロック。要は、鍵。鍵がトランスフォームしてロボットになるという。このイラストもかっこいいっすよね。アニメやってくんねえかな。で、こういうのを見つけまして、100円のガシャですね。よいしょと。なんだ。タガネ戦士、コインダマン。コインダマン、バンダイから出してたガシャですね。キングンパワー、コインダマン、コインダマンワールド、ゴエンジャー、ガチャットマン、スコッチロボ、ミスタードルナルド。ガチャットマンは当時100円でしたからね、100円でガチャができるよっていうね。バンダイはガシャなんでね、ガチャットマンでよかったと思いますが、俺たちが黒金軍団、プワーマンだ、みんなに取り付いて貧乏にしてやるぞ、プワーマンね。いや、すごいな。なんとなく世界観がビックリマンに近いな。1987年に出されたガシャですね。ステッカー入ってますよ、これ。お、ガチャットマン。ガチャガチャ。スカッと爽やか、ガチャットマン。なんか聞いたことあるぞ。あ、ちゃんと後ろにも、組み立ててみましょう。出ましたけど、真っ黒でわかりません。ステッカーをお腹に貼ると、これブラックゴエンジャーだね。ガチャットマンじゃなくてブラックゴエンジャー。これね、結構細かいんすよ。後ろの部分が再戦って書いてあったりとかね。浜屋がね、横に刺さってますよね、浜屋。ほら、これです、浜屋。で、さらに、縦の部分が見えます、これ。ね。お札になってんすよね。いやー、ブラックゴエンジャー。ご縁があるんでね、縁起がいいかなと思ってるんですけど、ブラックってついてっからね、うん、このお腹にドーンとこのご縁のねシールを貼るというね。はい、初めて組み立ててみました。いかがでしょうか。かっこいいね。こちら無版権ですが、タバコロボかっこいいっすね。マイルドセブンライツピースね。タバコからロボットへ完全変形って書いてますけどね。タバコロボはちなみに全部で19種類。バズーカ砲、ナパーム砲、スモークランチャー。すげえな。これ以前カップマンロボ
紹介した時にですね、この台紙だけ紹介するのを忘れてしまいました。ニュータイプコスモスどんぶりロボシリーズパート3、ね、サホコ番長カップノター、すごいことになってますけどもね。 LL ヌードルとかね、ハオヌードルとか、ちょっとね懐かしい感じの胸騒ぎのチャーシュー、当時のカップ麺のロボットもありますね。コスモスとロゴもかっこいいっす。あ、納得していただけましたでしょうか、石井由紀さん。またコメントお待ちしています。チャンネル登録よろしくお願いします。グッドボタンやコメント、今日のようにですね、僕のガチャガチャのコレクションからリクエスト、この辺あたり持ってないですか、見てみたいですよっていうね、石井さんのようなコメントお待ちしています。エモいレトロガチャガチャの情報、そしてお店ならではのオリジナルガチャガチャの情報、お待ちしております。はい、それではまた次回。